もし自分の中で思うような結果が出てないのであれば、改善してこれからに生かしてもらえたらなと思います。毎度はスルメニさんです。今回はですね、ネットワークビジネスに向いてない人7選。ってことで話していこうと思います。この動画を最後まで見ることによって、この向いてない人っていうのがしっかりと分かるようになり、これが分かるってことは、この反対の向いてる人も分かるようになるってことで、自分自身が向いてるのか向いてないのかっていうのがしっかりと分かるようになります。毎回動画で最近言ってるんですが、前提として言っておきます。私はネットワーカーではないし、これは勧誘動画とかでは一切ありません。ただ過去の実績として、まだ一人も紹介者がいない状態で私のところに相談に来られて、今ではあるネットワークビジネスの県の代表として、今もトップリーダーとして活躍されている方がいます。なのでかなり参考になる内容だと思ってくれて大丈夫です。でこのチャンネルでは、思考から人生は好転するっていうテーマのもとを毎日動画を配信しています。数ある動画に埋もれてしまう前に、今のうちにチャンネル登録しておいてください。じゃあ話進めます。早速、1つ目、メンタルが弱い人。2つ目、継続できない人。3つ目、すぐ別のビジネスに目移りする人。4つ目、面倒見が悪い人。5つ目、副業で数万円稼げたらもういいかなって思ってる人。6つ目、自分の利益ばかり優先する人。7個目、行動よりも知識を優先させる人。この7つなんですが、これを今から細かく説明していきます。1つ目の、メンタルが弱い人、これは営業やる方ならもう全てに該当するんですが、基本多くの場合セールスをかけたってノーって言われることがほとんどです。で特にネットワークビジネスってなれば、かなりねノーの言われる確率っていうのは高くなってきます。で場合によってはもう名前を出した瞬間に、もうあなたとの関係性やめますとか、友達じゃないとかっていう形で反応を取られること、これもあり得る話で、そんな時にこう一回一回ねセールするたびにこうメンタルやらっていってたら、このビジネスは続きません。なのでしっかりとそういった可能性もあるっていうのは把握した状態で、しっかりと自分自身の信念を持ってビジネスに取り組んでいく、これが大切なポイントになってきます。次、2つ目なんですけど、継続できない人。これはね、ネットワークビジネスは塵積もるビジネスです。1日や2日でバンって結果を出すようなビジネスモデルではそもそもないんですよね。半年とか1年かけて徐々に自分のダウンラインであったりユーザーを増やしていく、これがこのビジネスモデルなんですよね。なのに1週間やってみて結果が出ないからとか、2週間やってみて結果が出ないからって形ですぐにやめてしまう、これはそもそもあなたの感覚がずれてる。もう少しちょっと長期的にね継続してやる、これがこのビジネスにとってとても大切なポイントになってきます。次、3つ目、すぐ別のビジネスに目移りする。これはね、今ネット社会でいろんなビジネスモデルっていうのが、まあ、動画でもそうですし SNS でも常に発信されてます。実際どれがいいんだろうって迷うことも多々あると思います。ただこれちょっとやってみようかな、これちょっとやってみようかなって感じでちょいかじりみたいなのをずっと続けたら、どれやったって結果は出ません。しっかりと今やってることを続けるっていうのを決めてブレない、これがビジネスにおいてものすごく大切で、すぐねあれもいいなこれもいいなってやっちゃう人はこのビジネス向いてません。4つ目、面倒見が悪い人。これはいくらセールスが上手くたって、下に入ってくれたダウンラインの子たちの面倒見が悪かったら下の子たちは続きません。ってことはこのビジネスモデルとしてそもそも成り立たないんですよね。でセールスでガンガン不動産売ってとか、ガンガンこう家売ってとかって言って自分自身で売り上げをガンガン上げていくっていうビジネスモデルではないので、どんどんね一緒にビジネスをしていく仲間であったりユーザーを増やしていく、これがこのビジネスのもう醍醐味みたいなもので、人の面倒を見るのがめんどくさいとかそういったタイプの方はこのビジネス間違いなく向いてません。もし自分自身が面倒見が悪い、こう自分でどんどんやっていきたいっていうのであれば、トレーダーとか別の何かしらのね高額商品の販売とか、そっちにシフトチェンジした方が多分結果出るのが早いです。次、5つ目、副業で数万円稼げたらいいなって思ってるレベルの人。これは
このビジネスって正直そんな甘いものではないです。週末1日だけこのビジネスやってりゃそれなりに増えてくるだろうって感覚なら、多分いつまで経っても結果を残すことはできません。で、もし仮に3万4万ぐらいの収入を作れたとしても、すぐに崩壊してしまう弱い組織になってしまいます。副業で始めるならそれ以外の時間をもう全てこっちにぶち込むぐらいの覚悟がないと、このビジネスは結果として残っていきません。ただの時間の無駄になっちゃう可能性もあるので、もしやると決めたのであれば、それくらいの覚悟を踏んでやるべきです。次、6つ目、自分の利益ばかり優先する人。これはさっき言った面倒見の部分もちょっと絡んでくるんですけど、目先の利益にとらわれるとこのビジネスは失敗します。なぜなら、長期的に継続してユーザーであったりダウンラインを獲得していかないといけないからです。なのにもかかわらず、目先でどんどんね、売り上げを作っていこうっていうことは、下のダウンラインの子たちにもこうかなり無理をさせる状況になっちゃうと思うんですよね。で、そうなるとどんどん下が潰れていっちゃうっていうことにもつながってくるので、目先の利益だったり、こう自分の利益ばっかりを考えてね、行動する、それは間違いなくいい方向には進みません。7つ目、行動よりも知識を優先する人。これはなんでダメかっていうと、まず最低限学ばないといけない部分はあります、確かに。ただ学んでばっかりでなかなか行動しない人っているんですよね。考えてばっかりで、あ、こう言われたらどうしよう、こう思われたらどうしようっていう状態で次に進めない人、これはどっちかというと自滅型の人です。自分で自分の可能性をどんどん潰していっちゃう人。で、これに陥るとそもそも行動に移りません。なので当然結果も出ないし、特に大して必要もない知識ばっかりがこうどんどん自分に残っていっちゃう。これじゃあいつまで経っても次のステップに進んでいくことができないんですよね。なので無駄に知識をガンガン入れるよりは、とにかく行動していい結果も悪い結果も数をこなした方が、行動してる分結果は残りやすいです。で、大事なのは最初から質を求めないっていうことで、量が質に転換していきます。これはネットワークビジネスだけに限ったわけではなくて、他のビジネス全てにおいてそうです。 YouTube もそうです。最初から質の高い動画を上げようと思うとなかなかうまく進んでいきません。なので雑だってクオリティが低くても、やっていく中で徐々に上手くなっていったりします。で、私自身もたまにね、最初の頃の動画とかを見直したりするんですけど、やっぱりこんな感じでこうスラスラ話してるわけではないし、なんだったらめちゃめちゃカミカミで、編集もものすごく汚いです。でもやっぱり人は半年1年で同じことを継続すると、徐々に質っていうのは上がってきます。なのでビジネスでガリ勉強みたいにならないでください。今7つ話したんですけど、最終まとめに入ります。今回の内容って別にネットワークビジネスに限ったわけの話じゃなくて、他のビジネスでも十分当てはまる内容です。もしこの中で当てはまるものがあったなって自分で思ったなら、今この瞬間から変えることができる内容ばかりだったので、思考とか考え方を改めれば行動は勝手に変わっていきます。そうなるとおのずと結果も変わってくるわけなんですよね。今すでに結果が出てるなら何も変えずにそのまま突き進んでいけばいいし、もし自分の中で思うような結果が出てないのであれば、改善してこれからに生かしてもらえたらなと思います。って感じでね、今回はこれで終わろうと思うんですが、ここまで見ていただいた方で、この内容が良かったなと思った方はぜひね、グッドボタンとかコメントいただけたら自分のモチベにもつながるし、まだチャンネル登録してないよって方は次またこうやって出会えるか分かりません。なのでポチッとね、最後に押しといてください。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。また明日、どうも。